はい、こんにちは。ムシキング TV のお時間です。今日はですね、まあカメラが新しいアングルっていうか、こう方向アングルかに向いてね、撮影をしているんですけど、今日はちょっと、まあ自分の地域のところではあんまり大会、ムシキングの大会とかやらないんですけど、ちょっとその準備ですねまあやるかもしれないんで、近くにセガもあるんでやるかもしれないんで、ちょっとデッキ組んでみました、自分なりに。で、まあ、やっぱ一番強いっていうか、俺自分が好んでるデッキはいきます。大鹿クワガタに鬼山ミヤマカラス、あーゲハ落ちちゃった。で、トノサマバッタの超大型、これ最大値なんでね、結構強いかなと思います。それで、まあこれ、このね、デッキはね、もう あらゆる敵を倒してきたデッキですから、ちょっとね、もう、愛情たっぷりのデッキなんですよ。で、次が、もうこれはもうすごい強い系です。強い系、タランデスツヤカワ型の超大型の300。で、オオスズメバチの大型。オオカマキリの小型。オオ紫の大型。これはね、もう、俺一応考えたんですよ。これで毒にして、これで必殺、じゃない、じゃんけん封じにして、これで回復する。うん、揃ってるんですよ。攻撃、じゃんけん、そして回復、いいですね。完璧、このデッキです。それで次はあれですね、自分で組んでみていいなって思ったような、てか思ったデッキです。いきます。カブトムシの覚醒超大型、トノサマバッタの超大型、あ、これさっきと同じです。ナノホシキンカメムシの小型、大紫の大型、これも同じです。まあ言っちゃえばちょっと結構同じな部分が多いんですけど、あれですね、あんまり、まあテクニック上げようと思ったんですけど、あんまり上がんないっすね、これだと。はい、全部 SR なんですけど、まあ、じゃんけん封じ、必殺封じ、回復。回復が結構、大紫は結構回復してくれるんで、いいなって思いました。で、これはね、全部日本出身なんですよ。まあ、だから、こう、ジャパニーズですね。ジャパニーズ。と、まあ、こんな感じですね。自分のデッキ見て。まあ、この中でね、多分、すごい強いのは、このタランドゥスだと思うんですけど、まあ、自分的には推しか使いたいです。一段からね、ちょっとちゃんとこう頑張ってきてくれるんで。はい、で、まあ次なんですけど、まあ、このカードケースっていうか、カードホルダー、まあ買ったんですよね。こう結構大容量に入って、自分がまあ毎回持ってくあれにはいいかなと思って。で、まあ多分この間も紹介したと思うんですけども、中に入ってるのはギアスドカブトの超大型、オニヤンマの超大型、これあれですね、 V ガチェカードセット、26型の超大型、エルファスドカブトの超大型、まあこの2枚はあれですね、 V ガチェですね。マルスドカブト、キラファノコギリクワガタ、アルキステヤクワガタ、ヘルクレスオカブト、ネプチューンオカブト、オキシデンタリス覚醒、モーレンカンパワーカブトの超大型、コカスオカブト、アキアカネクラゲハ、アブラゼミ、あれとなるとあいつがいないまあこれ多分あれ入ってますね、あとスペキオシスが入ってます。ファブリーズノコギリクワガタ、ケンタウルスオカブト、ファンカブト、オオカマキ、ミジラゴミムシ、キアシナガバチ、ナナフシって感じです。まああとあれですよね、スペキオ入れてたんですけど、ちょっと見当たらないかな。まあいつもはスペキオも入れて、たまーにあのデッキで使ってますね、まあ、紹介したデッキで。まあこんな感じですね。で、いや、これおすすめですよ。これおすすめです。これ自分2個持ってるんですけど、1個は随分前のムシキングが入ってます。はい、こんな感じです。これとね、これとね、あとここ角に映ってるこれです。あんま映していいのかな。カードケース、これ、ね、カードケースね、こうサッと出して、こうサッと取り出すっていうか、
まあ、カード傷つかなくなるんでいいと思います。以上です。ではまた。